こんにちは。ゆっくりだよ。今回は同人ストブの紹介をします。第1回は先日フリー化された。殺生石だよ。これはかの有名な東京電気大学のサークルで作成された作品だよ。さすが、という感じ。メヌの充実具合から、ポテンシャルの高さが伺えるね。チュートリアルもついてるので、とっつきやすいよ。一押しステムを中心に紹介するよ。どんなゲームもそうだけどシス、テムわかるまで辛いよね。フレーズがポイント。高速時は敵の周りに青円、低速時は赤円が出るよ。これがフレーズ感知エリア。画面下にオレンジ、赤、のゲージと青のゲージがあるよね。フレーズすると低速時は赤、高速時は青のゲージが溜まるよ。ゲージが溜まったら結界解放。これはゴムとは別ボタンだよ。低速中、高速中では解放ゲージが違うよ。で、解放って何？解放中にフレーズすると要塞の下の円形ゲージが溜まるよ。溜まってばっかだね。これも低速、高速に対応。ラン魂ゲージが溜まるとなんと、エクステンドします。エクステンドがこんなに簡単な、ゲームって珍しいよ。結界中に結界ボタンを押すと、かっこいい演出とともに効果よく、攻撃ができます。ボスは段階ウップ時にカットインが右に入るね。敵の攻撃は左に入るね。ということは、同時にカットインが入ったら、ラクスか。消膜ゲージ、要はゴムです。死んでもゴムが増えないので注意。この方がフレーズ感知エリア広いよ。前半で残機ゴムを稼いで、後半は効果力攻撃を軸に戦います。ブレイクでもカットイしなかったよね。ゲージが半分以上でブレイクしないとカットインはないよ。基本戦略1、結界を張る。2、切れる直前に結界ブレイクで随分楽に攻略できます。
ヨーヨームの死んだ結界に近い戦略かな。システム解説はここまで。あとはまあまあのプレイを見てやってください。
今後もスタグを紹介していきたいと思います。